改札口ホーム不動員前駅は、広島県広島市東区、牛田新町三丁目にある広島高速、交通広島新交通1号線の駅。福駅名は、七三大学前。島式ホーム一面二線の高架駅。ホームから一フロア降りたところに券売機、改札がある。ステーションカラーは水色。駅直下の国道54号沿いに、バス停留所。 不動員がある。茅やニュータウン方面に至る県道広島三次線が分岐する、祇園新京南交差点そばにあることから、祇園新道、アストラムラインと、茅やニュータウン方面との結節点の一つとなっており、祇園新道から、広島インターチェンジを経由して、各方面に向かう高速バスも多く停車する。乗り入れる、バス会社以下の情報は、 広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは、1年毎乗車総数と、1年、毎降車総数の情報を公開している。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った、値を小数点2位を丸めて小数点1位の値にしたものである。アストラムラインのデータは1で丸めて提供されているので、1年ごとでは、 プラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。ありがとうございます。